長のストーカーすごいね。社長ってストーカーいんの？いいな。あ、タコちゃんね。あいつはマジでおかしい、頭が。タコちゃんはマジで怖え。いや、しかもなんかタコちゃんの何が怖いって、いや、あのなんか分からん人のために、なんかざっくり説明すると、インドネシアのね、あの、レペゼンのファンで、俺たちがあげるストーリーだけを見て、インドネシアの俺たちの家に嫁ってきたやつがおったっちゃう。そう。すごくない？ストーリーだけよ。で、インドネシアよ。で、そいつ海外来たことないやつやったじゃん。海外に来たことなかったやつが、俺たちのストーリーだけでよ。日本じゃないでよ。俺たちのストーリーだけで、インドネシアの、しかも高級住宅街の中の部屋番までピンポイントで当ててノックしてきたとよ。深夜2時に。いや、さすがにそこまでするなら才能ある。俺、そういう面白いやつ結構好きっちゃう。いや、バリ男。いや、で、そいつの何がすごいって、マジで、そうなんか、多分ね、モットータイプっちゃうね。やっぱ世の中ってモットー人間ってモットーやん。で、何がすごいって、俺とか、銀太とか、丸とか、で、呼んだ子が、フォイ君のせいでしたとか、なんか別の出で呼んだ子は、銀太君のせいでしたとか、なんか僕がずっと前から通ってる、コンカフェみたいなとこで働いてる女の子が、なんか丸君のせいでしたとかさ、俺らの、もともとなんか偶然近いところで売っちゃう。すごくない？なんかいや、モットーやん。さすがにモットーやん。モットーやつやなと思って、おもろい。普通にマジおもろくて、そう。いや、それでなんかめっちゃおもろいのが、なんか定期的に 4P に誘ってくるっちゃう。 3P だか 4P だか知らんけど、今日このホテルいます、南郷室です、ほいくん遊びに来てください、女の子もいます。でさ、なんで俺をその P に誘ってくると思って、なんでと思って、やったらめったら俺とか銀太を P に誘ってくるっちゃう。何みたいな、やたら誘ってくるわし、あいつバリおもろいもん。普通に、いや普通にね、めちゃくちゃ好きなんよ。俺もとつりに行ったら殺される。あ、でもそのなんか名前タコちゃんって言っちゃう。タコちゃんがとつってきた時はめちゃくちゃ俺らピリついとってよ。だって深夜2時に突然ノックして、開けたら入れ墨だらけの男が立っとうというで、社長いますかって言われて、で、社長来たらちょっと二人きりで話したいとか言って、ツーってさ、消えていったわけよ。俺らとか、ね、バットとか持っとったもん。バットとか持って待っとったもん、普通に。あいつが何かわからんけど、社長とりあえず拉致って連れて行かれたけ、なんかあったら俺ら行かない関係っつって、俺らみんなバットとか持ったりしてから、そう、なんかあったら行くしかねえっつって、めちゃくちゃこっちはペリついとった。そう。めっちゃおもろかった、そう。どうしようっつって、バットとかナイフとか持ってから、どうにかするしかないもんねっつって。したら、なんかニコニコしながら二人で帰ってきたけん。ああ、なんだ、じゃあ大丈夫だよって。そう。いや、さ、怖いよね、突然。炭入ったやつがさ、来たらさ、怖いって。びっくりした、マジで。いや、なんかバットとかナイフとか家にあったもん。そう。だけ、待てっつって。やべえっつって、社長になんかあったら行くしかねえっつって。めっちゃピリピリしない。そらそうよな、普通に。めっちゃ、さ、怖いやん。シンプルに。お前、夜中のインドネシアで。絶対社長借金の取り立て、社長がお金借りた反社の人が絶対部下かなんか飛ばしてきて、絶対社長が今から拉致られるけんどうにかせないかみたいなってなって、そう。めっちゃピリピリしちゃった、あの時。ふうくんにも声も、いや、そう、そらそうやろ。社長の身に危機が迫っと。そう、しかも心当たりしかない、こっちは。こっちは心当たりしかない。社長が誰からお金借りとうかも知っとうけん、若干。ああ、みたいな。反社だ。反社にお金借りてるから。だからだ。どれかいな、どれかいなって言って、多分いい感じのことじゃないって言って、我々が。絶対取り立てと思ったマジで。いや、まあ、それはノックされたらドアを開けるやん、普通に。ガチャッとか言って、俺ら。反社のお金が、いや、知らん。知らんけど、社長にまともな人がお金貸す。あ、でもそうか、会社とかからもお金借りてるわ。危ねえ。ちゃんとした企業とかも借りてるっぽいわ、どうやら。だからとりあえず、あんな見た目怪しい青髪ロングのもじゃもじゃにお金貸すような人は大体反社と思っとる。そういう先入観あるくない？だって俺やったら加算もん。あんな青髪の怪しいやつとさ、口約束でお金貸すような人、怪しい仕事しとると思う。普通に俺らに話してないだけできっとやべえとこから借りてんだ。そう、なんかとんでもないのから借りてるんだろうなっつって。タコちゃん何してんの？え、プロの紐っつってたわ。あいつ紐だって。利子、確かに利子とか気になるよね。なんかそういうの知らんもん。何も知らん。社長はマジでプロ。本物の取り立てはピンポンさ。いや、ピンポン押されてない、ノックされた。コンコンコン。あ、確かにアマチュアの紐とかいんのかな。紐はみんなプロか。